連休にファミリーフィッシング。釣りをするなら、堤防より管理釣り場が良い。連休や休日に釣り初心者や、家族連れで、堤防での釣りに挑戦する場合、予期せぬ事態が発生することもあります。そこで、堤防釣りよりも、管理釣り場での釣りをおすすめします。管理釣り場は、釣りが初めての人でも、手軽に楽しめる場所です。釣り竿や餌などのレンタルもあり、釣り方やルールもわかりやすく案内されているので、初心者でも安心して楽しめます。また、管理釣り場は、漁業協同組合や漁業関係者が管理しているので、清掃や衛生管理に注意が払われており、安心して釣りを楽しむことができます。堤防釣りは、場所によっては、人の混雑や釣りのルールが守られていないこともあり、釣れないことが多いです。管理釣り場での釣りは、自然に触れながら釣りを楽しむことができます。家族で楽しめる釣りの体験を求める場合、堤防よりも管理釣り場がおすすめです。